津市が取り組む小中一貫教育を紹介するコーナー、つなげよう広げよう津市小中一貫教育。今回は津市小中一貫教育総集編をお送りします。皆さんこんにちは、リポーターの村井理恵です。新しい年度になり、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今回のつなげよう広げよう津市小中一貫教育では、昨年からスタートした津市小中一貫教育を振り返りたいと思います。津市小中一貫教育は平成26年4月より東京内中学校区、西京内中学校区、南ヶ丘中学校区、三里中学校区、市市中学校区の5つの中学校区でスタートしました。5つの中学校区では小学校中学校が連携し、英語活動の乗り入れ授業や文化祭や人権フォーラムなどの合同行事の実施、小中合同の研修会など1年を通じてさまざまな取り組みを実施しました。今回は2月に行われた平成26年度津市小中一貫教育実践報告会の様子と、今年度の津市小中一貫教育の課題などについて紹介します。それではまず2月23日に行われた平成26年度津市小中一貫教育実践報告会の様子をご紹介します。この日会場には市内中学校と小学校の校長、幼稚園の園長などおよそ160人が参加しました。開会に先立ち、石川博之教育長より報告会の趣旨が話されました。津市では各中学校区の幼稚園、小学校、中学校が連携し、子どもたちの連続した成長を踏まえ、発達段階に応じた指導を計画的に行うことで、子どもたちの学力向上と学校生活への適応を図ることを目的として、昨年度から小中一貫教育を実施しています。そこで各中学校区のさらなる取り組みの充実に向けて、各小中学校から取り組み内容の報告が行われました。まず東京内中学校の篠田正弘校長が東京内中学校区の実践報告を行いました。東京内中学校区では確かな学力の定着、社会性の伸長、保養小中の教職員の協働を3つの視点に、小中兼務教員による乗り入れ指導、読書活動の推進、保養小中合同行事の実施、教職員の合同研修会などを行い、その取り組みが紹介されました。今後は保養小中の教職員が集まる機会を増やし、共通課題の克服や共通意識を持ち、保養小中15年間を見通した心豊かで確かな学力と社会性を身につけた子どもの育成を目指していきたいと話していました。続いて市市中学校の内田実校長が市市中学校区の実践報告を行いました。市市中学校区では小中一貫教育の狙いを、小中教職員の共同指導体制の構築、小中9年間を見通した教育課程編成の実施、学校、家庭、地域が共同した教育の創造に定め、組織システム部会、人権教育部会、特別支援教育部会の3つの部会を作り、取り組みを進めてきました。1年間の取り組みの中で、小中一貫教育の狙いや実践内容を教職員にいかに浸透させられるか、そして教職員の文化や意識、勤務状況など小学校と中学校の違いの認識をどこまで理解できるかなどの課題が残り、
今後は教職員が顔を合わす機会を増やし、共通理解のもと取り組みを進めていきたいと報告しました。ここまでは東京内中学校区一市中学校区の実践報告をご覧いただきました。東京内中学校区では小学生が入学前に中学校へ行き勉強する姿を見せてもらいました。そして一市中学校区では小学生が中学校の先生から英語を学び生き生きと勉強する姿が印象的でしたね。続いて津市立教育研究所による小中一貫教育におけるカリキュラム編成に関する研究についての発表と報告会の公表が行われましたので、その様子をご覧ください。津市立教育研究所による発表では、算数・数学科・社会科においてのカリキュラムの作成の流れが説明されました。研究を振り返り、各中学校区の子どもの実態をいろいろな角度から把握すること、どのような力をつけさせたいのかを明確にしてカリキュラムを作成し共通理解を図ること、カリキュラムに基づいた実践をしカリキュラムを見直すことの3つを今後の課題として挙げました。報告会の最後には、三重大学教育学部教授森脇武雄さんが講評を行いました。森脇さんは小中一貫教育における最近の動向を挙げた上で、津市小中一貫教育の現状と課題について例を挙げました。小中一貫教育によって現状のどういう課題を解決していこうとするのかを、津市の学力の問題や三重県における小学生と中学生の自己肯定感を例に挙げながら説明しました。最後に津市教育委員会、各中学校区、各小中学校の課題をいくつかまとめ、津市小中一貫教育実践報告会は終了しました。2月23日に行われた実践報告会の様子をご覧いただきました。この報告会で発表されたことが今年度の津市小中一貫教育に生かされていくのでしょうね。さてここからは平成26年度の取り組みの感想や平成27年度に向けての課題などについて教育委員会の担当の方に伺ってみたいと思います。津市小中一貫教育担当の教育研究支援課土生課長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この1年間5つの中学校区を回らせてもらい、小中一貫教育に関する取り組みを見せていただきました。どの中学校区も子どもたちがより良い学校生活を送れるように、小学校と中学校、そして地域の皆さんが連携して工夫を凝らした取り組みを進めているなと感じました。そうですね、津市小中一貫教育は地域とのつながりを基盤とした上で、中学校区で目指す子ども像を設定し、その実現に向けて幼稚園、小学校、中学校が一丸となって取り組みを進めているというところに大きな特徴があります。幼稚園児、小学生、中学生が一緒になって地域の方々と共に行う合同避難訓練や文化祭をはじめ、小学生が中学校で授業を体験するオープンスクールの実施、中学校の英語科の教員が小学校の英語活動の時間に授業を行うなど、新しい教育活動が着実に進められています。また中学校区で目指す子ども像の実現に向けて、幼稚園、小学校、中学校の教職員が話し合う機会が増え、自分たちでこの地域の子どもたちの教育を担っていくのだという意識が根付いてきました。このように津市小中一貫教育の効果は様々なところで現れつつあると捉えています。今回私がお邪魔した中では、教職員の連携する姿、小中学校の子どもたちが一緒に触れ合う姿などを見せていただき、小中一貫教育の良い面を見せていただいたのですが、実際に取り組みを進めていく中で何か問題点はあったのでしょうか。はい、まず小中一貫教育という言葉のイメージが
保護者や地域の方々、教職員も含め個人によって大きく違っていたために、当初は戸惑いや心配が先行するという状況でした。そこについては、一つ一つの取り組みを丁寧に重ねることで、私たちの目指す津市小中一貫教育のイメージの共通化を図ってまいりました。もう一つは、学校や中学校区での取り組みを保護者や地域の方々に見えるように工夫していくことが必要だと考えています。学校開放、園開放などで直接見ていただいたり、学校だより、園だよりやホームページで積極的に発信するなど、保護者や地域の方々と津市小中一貫教育について共有することで、津市小中一貫教育の基盤である地域とのつながりがさらに強まっていくと考えております。なるほど。そして平成27年度には新たに5つの中学校区が加わるということですが、今後の取り組みについて教えていただけますか。はい。平成27年度は京北中学校区、芸能中学校区、被災中学校区、公開中学校区、白山中学校区の5つの中学校区が加わり、実践中学校区が10の中学校区に拡大します。また平成28年度以降に実践を開始する中学校区についても準備を進めているところです。教育委員会としましても、津市小中一貫教育は子どもたちの学力の向上、学校生活の充実、豊かな人間性や社会性の育成、こういったことを目指すための有効な手法として、地域の実情に応じた形で津市全域で取り組むものであるという意識を高め、各中学校区でやりがいを持って取り組んでいけるようにしていきたいと思います。今年度は昨年度の課題も踏まえ、より良い津市小中一貫教育の取り組みに期待できそうですね。土生課長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。